が立った僕はまだ一歩も外には出ていない マイペースでよく寝坊する君のことを思って5分早めた家の時計ああもう意味ないなタバコの嫌いな僕を気遣ってベランダで捨てたっけなカーテンが揺れて目が熱くなったもうそこに君はいない「もっとちゃんと僕を見ててよもっとちゃんと」ってその言葉が君には重かったの「もっとちゃんと僕を見ててよもっとちゃんと」って言わなければ君はここにいたかな いやー、よかったですね。